1703年の肖像画初代アランデール公爵、ウィリアム・ジョンストンは、スコットランド貴族。初代アランハート伯爵ジェームズ・ジョンストンと、ヘンリエッタ・ダグラスの次男として、1664年2月17日に、生まれ、グラスゴー大学で教育を受けた。最初は、ハン・ジェームズ・ナナセイの陰謀に加担し、後にジェームズ・ナナナセイに転じたが、1690年に、 ウィリアム3世と和解して、スコットランド数密院の数密顧問官に任命された。ウィリアム3世の知性では1693年から1695年まで、スコットランド数密院議長を、1696年から1705年まで、スコットランド大蔵教を、1701年に、スコットランド教会総会への直視を務めた。また、 1701年6月24日にアナンデール公爵、ハートフェル伯爵、アナンド子爵、ロックウッドのジョンストン教に除された。1702年にアン女王が即位すると、1702年5月15日から1706年2月28日まで、スコットランドスーミツ委員議長を再任、1705年3月9日から9月29日まで、スコットランド国務大臣を務め、 1705年と1711年にスコットランド教会総会への直視を務めた。また、1704年2月7日に、死する勲章を授与された。イングランド王国との合同には反対したが、グレートブリテン王国が成立した後の1708年から1713年まで、スコットランド貴族代表議員を務め、1711年4月19日に、 グレートブリテン数インの数ツ顧問館に任命された。ジョージ一世が即位すると数ツ顧問館に再任され、1714年から1716年までスコットランド国事省省、1715年から1721年までスコットランド王子省省を務め、1715年に再びスコットランド貴族代表議員に選出され1721年まで務めた。 1715年ジャコバイト放棄が勃発した時も、ハノーバー朝を支持、ダンフリーズ、カーカットブライト、ピーブルシャー等間に任命された。1721年1月14日に、バースで死去、長男ジェームズが借位を継承した。1682年1月2日、エディンバラで、ソフィア・フェアホルムと結婚、下記の子女を設けた。1718年11月20日、 シャーロット・バンドアの娘と再婚、夏季の子女を設けた。ありがとうございます。